このね、表面のガラス部分がここまで、表面のガラスまでラウンドしてるんですね。わかりますかね、こんな感じなんですよね。来た、こんにちは。ちょっと電気消します。じゃあ設定していきますね。で、日本語の、来た、国、それは日本でしょ。日本語なんだから日本でしょ。日本しか日本語使ってるとこないでしょ。日本認識は、なんすかこれ。何これ。あ、これ選べばいいの。あ、なんだ。キーボード設定して、Wi-Fi。Wi-Fi はこれ。はい、接続。あ、そうだ。今回からね、Wi-Fi が最新の AC 規格に対応したということなんで、5S よりだいぶ早くなってるはずですね。さあ、拡大表示。表示サイズを選択。拡大か標準か。まあ、標準でいきますか。さあ、始めよう。はい。このようにですね、一行増えてます。一行増えてますね。文字入力がね、ものすごくしやすいです。まあね、大きい分キーボードにスペースがあるんで、自分はアルファベットのね、ローマ字入力なんですけど、非常に入力しやすいですね。さあ、ではですね、オンラインショップで買いましたんで、機種変を自分でしなきゃなんないんですよね。はい。で、機種変なんですけど、まずね、古い方の iPhoneのメールの中にソフトバンクオンラインショップから出荷しましたってメールがありますので、そこの中にあるリンクをクリックします。で、お申し込み受付番号、申し込んだ時のね、メールに書いてありますので、その番号を入れて、で、生年月日を入れる、で、アドレスを入れる、で、もうね、ここに出てるんで、画面にもう出てるんですよ。ボタンが出てるんで、そこを押せば機種変完了です。ただそれだけなんです。ワンタッチ、機種変ってね、ワンタッチで終わっちゃうんですよね。はい。はい。で、一応ね、もうこれ使えなくなりますけど、いいですかって確認出てきますんで、OK。はい、OK です。これで、この、自分のね、iPhone5S は、モバイルデータ、ソフトバンクの通信はできなくなりました。で、新しい方の iPhone は、一回再起動してあげた方がいいと思います。はい。再起動してあげたら、ソフトバンクの電波がすぐ届きました。どうでしょう。オンラインショップでの機種変更はワンクリックです。さあ、ということで、とりあえずですね、外観と機種変更っていうことで今までやってきたんですけど、まあね、まあでかいです。初めて iPhone が出た時のサイズがこのサイズで、それがまあちょっとこのぐらいね、長くなって、まあ指が届かないところも出てきて、選べるんですけど、まあこのサイズになったと。まあ、ぶっちゃけですね、こうポケットからささっと出して、ささっと使ってさっとしまうっていう使い方はできません。ごそっと出して、がっつり使ってごそっとしまうみたいな、そういう使い方になると思うんですよ。実はですね、ミカスは iPhone でっかくなってほしくないなと思った時があったんですよ。なんですけど、じゃあなんでこのバカでかいやつを選んだのかっていうとですね、これからちょっと時代がまた変わっていくんじゃないかと思うんですけども、まあ、iWatch 発表されたじゃないですか。いわゆるウェアラブルデバイス、身につけるデバイスですよね。これからはね、そういう時代になってくると思います。例えば今そのね、 iWatch がダセーとか、なんか使い道あんのとか、実用性がどうのとかって言ってる方たち、数年後にはね、みんなそういうのね、時計じゃ何しろ何かそういうものをね、使ってるはずです。 iPhone が出た時もね、ボロクソ言われてたんですよ。そんなのはマニアしか使わねえんだみたいな、そんなの電話じゃないみたいなね。で、今みんな持ってるじゃないですか。で、必ずそういう時代が来るんです。で、まあ、来年年明けて早々に iWatch が出ると、こう画面をいっぱい触る必要がない操作っていうのは、多分ほとんどね、こっちでできちゃうと思うんですよね。だ、例えば通話にしろ、 iWatch で通話をするっていうことを考えると、ささっと使うときはこれ使わないでこっちになるだろうというね、予測ができるわけなんですよね。まあ、ただ現状ね、まだ出てないんで何とも言えないところではあるんですけども、もし iPhone の大きさで悩まれてる方は、まず大きさ、実物をチェックするのと、 iWatch を買うかどうか、それによってこれからの使い道ってだいぶ変わってくると思うんですよね。まあね、こう iPad 持ってるっていう方だったら、ちっちゃい iPhone でいいのかもしれないんですけど、もしね、これ一つで
このプラス一つでタブレットとタブレット的にも使いたいよっていう方のね、今言ったようなその iWatch と組み合わせるとかね、そういうのを考えてみるといいかもしれないですね。ということで今回はちょっとここまでにしようと思います。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。